こんばんは、ストッカー塾の久保です。今回ね、特別定額給付金の話をしなかったことによってね、ちょっと怒られてしまいましたというテーマでございます。コメントが入っていてですね、この小川沢原さんって方、多分私の動画よく見に来てくださってる方だと思うんですね。で、タイトルに億万長者合宿って書いてあるんで、これは定額給付金とは全く別のジャンルなんで、ご覧にならないとは思ってたんですけども、多分ご覧になったんでしょうね。で、これを見た後で、そんな話をする余裕があったら給付金活動してくれよと、小銭稼ぎしてる場合じゃねえだろ、今が山場だろうということなんで、なんかいつの間にか私はね、自由なことができなくなってきてるみたいですね。皆さんがなんかこう期待していただいているのも、分かりますけども、この時間ちょっと私やることが思いつかなかったんで、この時間を割いてですね、本来私がやってることをやらせてもらったんですけども、どうも私がね、本来やるべきことはもうやるなということで、給付金だけ5万円とか10万円のことだけをやれということがね、そういうお話もあるんで、これ一意見としてね、しっかりと受け止めさせていただこうかと思います。で、他の方はね、結構ね、久保さんもう休んでくださいとかね、コメント書くとね、本当にいたわりの言葉ばかりで、そのいたわりの言葉をいただくたんびに、貴重なお話ありがとうございますとか、久保さんの言う通りですっていうたんびに、もっとやらないといけないなっていうふうに思っていたんですけども、ちょっと今回はね、こういうことを書いていただいて本当に誠に恐縮なんですけども、ちょっとやる気が失せてしまったということでもうなんかこの情報ね、出すのやめようかなというふうな気になりましたね。これはちょっとね、これ他のことやっちゃダメみたいなことになってくると、今までの、ね、批判コメントとは違って、結構ね、胸をえぐりますね。自由に書いていただいていいんですよ。これはね、これをもってね、このコメント書いた小笠原さんを責めることはやめてくださいね。ただ私素直にそう思っちゃったんで、ちょっと急に熱が冷めてですね、もういいかということでございます。だからもう電話もしないし、多分完全にメールもしなくなっちゃうかもしれないですね。これはね、明日朝起きてみたらまた別の気持ちになってると思いますけども、この時間でこれ書かれるかっていうことですね。ちょっと私がやったことはどうもおせっかいだったみたいなんで、あとは本気でね、給付金欲しい方でちょっと頑張っていただきたいなと思います。すいませんけども、そういうことでね、この方を責めることはやめてくださいね。本当に素直に、本当にこう私を期待してくださった分、別のことをやって憤りがあったと思うんでね、ちょっと私の YouTube 活動もなんか特別定額給付金のことだけしかできなくなってきそうな雰囲気もしてきたんで、で、私が本来することっていうのはそれではないんですよね。特別定額給付金を出すために、こんなアイデアがあるからみんなでやりましょうっていうふうに、なんですかね、一つの情報提供したところと、あと情報提供する以上は私が一番やらないとなと思ってたんですけども、今後もね、これがちらつくと思ったら、ちょっとあとは皆さんでやってくださいみたいなことになってくるかなと思いますね。特別定額給付金をもらえてもね、その後また困りますよ。だから結局はね、今年中に5万円もらっても10万円もらっても、じゃあ来月どうするんですかとか、来年どうするんですかってことになってくると、やっぱり自力でやる部分っていうのは結構大きいんですよ。5万円、10万円、30万円で人生全部のお金の問題解決しないんで、で、私はね、お金を稼ぐことが得意なんで、こういうふうにね、特別定額給付金を出させるための戦略は私はいろいろと今日までお話してきました。だからそういうことに期待を持ってね、じゃあ自分もやってみる、私も YouTube やってみる、俺も YouTube 始めたぞっていうふうにして、すごく盛り上がったと思うんで、多分もうこっからね、私がいなくても皆さんでできると思うんですよ。ということなんで、多分私が潜在的に思ってたんですよね。なんかこのままこのテーマだけでやっていっていいのかなとかね。で、特別定額給付金の動画を上げれば再生数稼ぎかと言われるし、別のことでね、再生数の少ないことをやれば小銭稼ぎと言われるし、このほんのたった一部の批判っていうのはね、多分ね、多くのその情報発信者の心を削ぐんだろうなと思いますんで、ぜひね、何か感じることがあったら、活動してる人の足を引っ張るとかね、で、足を引っ張った人を責めるとかね、こういうね、なんか足の引っ張り合いをやめましょうとかね、できれば協力しましょうってことなんですよ。なんか潰し合うよりもね、人の行動の足を引っ張って熱を冷まさせることをしても全くいいことないんですよ。だからずっと話してたのはこのテーマなんですよね。成功者、協力者、お金持ち、こういう人はね、協力して行動するんですよ、すぐに。でもお金がない人、うまくいってない人、失敗ばかりしてる人、成功してない人、こういう人はね、なぜか知んないけども
人の足引っ張るんですよ。だからこれだけ今日はね、最後のメッセージとさせていただきます。まあ明日の朝になったらまたね、あの気持ちが盛り上がるかもしれないんですけども、まあ、今日はね、これはね、うん、他の発信者の方も萎縮すると思うんで、まあできればね、これはあまり表現するべきじゃないんじゃないかなって気がしますね。で、重ねて言いますけども、このコメント書いた人を責めるのはやめてくださいね。それをしたらもう本当に私は、まあ、足引っ張り合ってるわっていうところで、まあ、本当にね、呆れちゃいますんでね。じゃあ、すいません。いろいろとご期待いただきましたけども、今日はこの辺で、さよなら。